大きいものはソフトボールほど。丁寧に摘み取られていく熟した柑橘は夏みです。初夏に美味しく食べられるみかんとして夏みと名付けられました。江南市の野市町や鏡町では5人の生産者が90アールの農業用ハウスで夏みを栽培していて、今収穫最盛期を迎えています。果汁が多く濃厚な甘みとしっかりとした酸味が特徴の夏み。酸味を和らげるため実ができてからおよそ1年間摘み取らずに完熟させます。今年は天候に恵まれ雨が少なかったことなどから出来は上々だということです。うん、噛んだ瞬間たっぷりの果汁が口いっぱいに広がります。パンチの効いた酸味が夏にはぴったりのみかんだと思います。今年もそのしっかりした味わいで大変美味しく仕上がっていますので、ぜひ生産消費者の皆様に召し上がっていただきたいなと思います。夏みの収穫は今月いっぱい行われ、去年より10トンほど多いおよそ35トンの出荷を見込んでいます。来月中旬にかけて県内の量販店のほか東京や大阪などへ出荷されます。